歌舞伎俳優の市川團十郎白猿さんが2023年2月6日自身の SNS を更新。市川新之助を襲名した長男勸玄君が撮影した自身の姿を公開した。團十郎さんと新之助君がドライブ。この日、團十郎さんは助手席から勸玄撮影、笑うとコメントし、写真を公開。新之助君が撮影したという写真には、サングラスをかけ、車を運転する團十郎さんの横顔が画面の左端ギリギリに映っており、車窓からは気持ちの良さそうな青空とビル群が遠くに広がっているのが見える。投稿を見たファンからは、素敵なお写真、カンカンありがとう、ドライブ楽しそう、気持ち良さそうといった声が寄せられている。